笠岡市立カブトガニ博物館とは、岡山県笠岡市に存在する博物館である。世界で唯一のカブトガニをテーマとした博物館であり、建物は上空から見るとカブトガニの形に見える。岡山県南西部の瀬戸内海に面した笠岡市の笠岡湾一帯は、古くからカブトガニの生息地として知られていたが、 1966年から1989年に、かけ、国営事業として、笠岡湾の大規模な干拓が行われた。その結果、カブトガニの生息地が減少し、絶滅の恐れがあったことから、カブトガニの繁殖、展示、広報等を目的とした施設として、干拓事業完了の翌年1990年3月に、笠岡市が運営する博物館としてオープンした。 天然記念物カブトとがに繁殖地への養成の放流も行っている。博物館の外の公園には、恐竜、古生物の実物大オブジェが存在する。また、滑り台などのアスレチックも存在する。また、クイズに挑戦できるシアターも存在する。2016年7月4日、マスコット2人の結婚を発表。 2017年2月26日、二人の子供が誕生した。ありがとうございます。